や、あとさ、俺この間さ、コメントでさ、なんかイラッとしてさ、イラッとしたからもうすぐ非表示にしてやったんだけど、何かっていうと、いや、例えば、みんなとの、その関係性ってあるじゃない、これまでの、そのコメントのやり取りを何回もしてる方々たくさんいるでしょ、なんか、いろんな、もう国とか関係なくさ、私と、やり取り、して、これまでの関係性が、ある人々いるでしょ？そう、その方々に何か言われるのは俺全然構わないの。うん、そういう人たちが例えばなんかこういうのちょっとつけてみたらどうですかとか、なんかこういうアクセサリーとかつけてみたら可愛いと思いますよとか、なんか今度はこういう歌歌ってみたらどうですかみたいなアドバイスをしてくれるのは全然いいの。全然なんとも思わないというか嬉しいの。うん、なんだけど。なんかさ、どこの馬の骨ともわかんないようなやつがさ、一発目のコメントでさ、俺の歌ってみた動画についたコメントで、せめて歌詞のカンペを見てない風に、見てないような工夫を、なんかする努力をしてほしい、みたいなコメントつい。何言ってんだこいつと思って。てめえと思って。いや。じゃあ見んなって思うの、すごく。もうコメントもしてくんなって思うし、見なきゃいいじゃん。なんか、不満があるんだったらさ、バカ野郎と思って。で、もうムカついたからもう非表示にして、そいつから何コメントがあったとしても、俺は一切わからない。うん。ようにしてるんだけど、腹立つやと思って。大体さ、歌ってみた動画なんかあれさ、だってカラオケよ、カラオケって書いてあるじゃん。いや、書いてなかったかな。一応英語ではカラオケって書いてるんだけど、そう。カラオケってさ、見ながら歌うでしょ。そんななんかさ、大体よ、俺今までその何百曲も歌ってきてるわけじゃん。全部の歌詞なんか頭に入るわけないじゃん。うん。なんかさ、そこまでのクオリティ、そこまでのなんか動画のクオリティ求められたら、俺多分歌ってみた動画は月に1本しかありらんないよ。うん、マジな話。うん、そんなのさ、でもさ、ほとんどの俺のチャンネル見てくれてる方々は、なんだろう、週に1回なり2回なり3回なりっていうか、まあ多ければ多い方が嬉しいでしょ？じゃない？どう？うん。だから、そのクソみたいなコメントのそいつのせいで、俺が月1回しか歌わなくなったらどうする？っていうね。うん、ああ、っていうのがあるね。まあ、なんだろうか。思ったことをさ、何でもかんでもさ、パッてさ、その場でコメントするやつ、すごいバカだと思うの。うん、すごい嫌い。うんうん。なんかさ、いや別にね、いいことばっかり言えっていう話じゃないよ。そう。なんだけど、意見があるんだったら、関係性気づいてからじゃない？違う？どう思う？なんかコメント一発目さ、なんか、可愛いですねとかさ、なんかいつも見てますとかさ、この歌好きですとかっていうラリーが何回かあって、何回かあって、そこで初めて、いや、実はこれからこういう方が動画僕好きなんですけど、今後こういう風なのどう思いますみたいな提案をさ、提案の仕方をさ、すりゃいいじゃん。ああバカがよ。もうみんなって思ったっていうだけのお話です。はーい。Dancing in your halo.